はい、皆さんこんにちは。畑典和です。今日はですね、太もものストレッチ方法をご紹介したいと思います。特に太ももの前側、そして外側をね、主に伸ばす方法をご紹介したいと思います。もうテレビ見ながらでもできますので、ぜひね、やってほしいなと思います。まずは横向きです。横向きに寝たらもうこれ、そのまま体は、頭をこうダラーンとしてもらっていいので、下の足の膝をしっかりこう曲げます。ご自分の胸の方向へ引き込む感じですね。で、この状態で上の足の甲を持ちます。ここからぐっと後ろに伸ばして、で、そのまま少しね、膝を床に向けるように、床につけるように下げていきます。重力もありますので、こうね、ゆっくり下げていきましょう。で、この時に下の足ですね、下の足がこう、後ろに行きやすくなるんですけど、しっかりご自分の胸の方向へ。抱えてもらって、まあ、枕がある方は枕を置いて、ご自分の手でね、やってもこう、自分の手で足を固定してもいいので、これね、どちらでも OK です。で、苦しい方はね、こう楽にして、ゆっくり伸ばしてください。で、結構太ももの前が硬い方では、足がね、後ろに行かずに、こんな感じ、前に来ちゃったりとか、上に上がっちゃったりとかします。こういった場合は、このままね、伸ばすのもまあ悪くはないんですけど、ご自分の手で、太もものこの外側、特に膝のすぐ上のあたりを、こう外側を、こうね、主掌のこの下の方でほぐしたりとか、あとはこの真ん中の方ですね。真ん中の方をちょっとね、ほぐしたりとかしてみてください。特に膝の外側ですね。この外側の部分が硬くなりやすいので、この部分をちょっとね、こうグリグリしてやります。膝が痛い方もね、この辺はすごく有効です。膝が痛い方も、この外側をここ抜くのを、かなり有効です。これをね、しばらくちょっとほぐしながら、その後にもう一度同じように出て、しっかり下の足を曲げて、上の足を持って、後ろに持ってくる。で、余裕があれば、重力に任せて、膝を少しずつ下に向けてみましょう。骨盤がこう下がらないように、骨盤は動かないように足だけですね。太ももから下だけを下に下ろす。そうすると、太ももの前、そして外側、この部分ですね、伸びていきます。どんどん余裕があれば、後ろにして下げていく。これが大事ですね。ポイントは、上の足を後ろにして下げる。これが、太ももの前側と外側を伸ばすのに有効なストレッチです。もうすごい柔らかい方は、この膝がマットにつくんですけども、なかなかね、普通の方では、なかなかつきにくいと思います。ゆっくり呼吸を止めずにやってみてください。私もこの辺ですからね。床にギリギリつかない感じですけども、まあ、ちょっとね、ゆっくり伸ばすのをお勧めします。膝が痛い方ではね、はじめここの膝の外側を少しね、抜いてから行ってみてほしいなと思います。はい。今日はですね、太ももの前側、そして外側を伸ばす方法ですね。テレビ見ながらでもできますし、体をね、温まった後、お風呂上がった後とか、まあ、運動した後とか、そういったように、まあ、筋肉がね、温まった後にやってみてほしいなと思います。ぜひやってみてください。またお会いしましょう。また明日、チャンネル登録よろしくお願いします。